懐かしいね顔がいっぱいあってねまあ大賀さんは本当にねオペラ歌手出身の人でまあその辺りからもうソニーってちょっと変わってるわけですよいわゆるあの社長人事っていうのがね入江さんもものすごく個性的な方だったしえまあこの方もあのまあエレキ出身ですけどその中でこう音響機器だとかねどちらかというとこう音楽なんかには相当造形が深かったその人がもういち早く他の企業と違って IT だっていうことでまあそちらを切り込んだわけですよね。そうですすねなんかの時代が早すぎた、うん という,ふうにと言われた、ねわれれね、人ですよね、はい、で安藤さんが、まあ、実はこの、まあ、今は、ね、相当あの保険事業なんてのは大きいですけどもその立ち上げた1人それからストリンガーさんとなったわけでしょでこの方はテレビ局出身のジャーナリストですよね、うん、そして平井さんは、まあ、このゲーム事業のところをずっとやってきたソニーのドメインっていうのはこう事業領域っていうのは6つぐらいにあるんですけど<っ>ほぼねまんべんなくねそこから排出されてる状況にあるんですよ<ー>これちょっとと面白いなと僕は思うんですよ。